大型トラックのタイヤ脱落による事故を防ごうと、北陸信越運輸局や県トラック協会などが協力し、トラックドライバーへの呼びかけが行われました。冬用タイヤに交換するこの時期は脱落事故が増える傾向にあり、チラシを配りながらナットの緩みを毎日点検することなどを呼びかけていました。